はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はルアーキーリングというガチャガチャの開封動画をアップさせていただきました。ルアー好きにはたまらないですよね。全部で6種類あるんですけども、今回はそのうちの3種類が出ましたのでご紹介したいと思います。もちろん針はついておりません。早速開封していきます。今回は3つです。はい、このようにですね、まあ多少小型ではありますけども、本物のねルアーそっくりに作られてますのでご紹介したいと思います。一つ目はですね、ベロがついてるですね、シンキングになりますかね、ミノー型のルアーです。かなりですね成功にできてますね。おもちゃっぽくは全然ないので、針をつけたら本当に使えそうな感じのルアーになっております。かなりですね、完成度高いと思います。こんな感じでですね、小魚になってますね。こういうのはですね、結構なんちゃってルアーになってたりするんですけども、今回のこのガチャガチャはですね、針がついてないだけで、もう本物のルアーと同じような作りになってるのがちょっと驚きでした。2つ目はですね、中に玉が入ってますね。バイブレーションになります。コロ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 と中にですね、玉が入ってるんですかね、これ。で、これもですね、ミノー型でベロがついてますので、シンキングのバイブレーションルアーということになります。色はですね、ちょっとグロテスクだったんですけども、どうなんですかね、だいだい色とか赤とかの方がよく見えると思うので。明るくていいのかなと思うんですけど、これはちょっと黒いタイプですね。続きまして3つ目です。3つ目はイカのソフトルアーになります。このような形でですね、結構伸びるタイプのソフトルアーになります。イカの形をしていますよね。その他ですね、イカの形、普通のイカの形をしているものとか、あとエビの形をしているものとかのルアーがあるそうですけど、今回はですね、3種類だけ出ましたのでご紹介させていただきました。こんな形になります。今回はですね、いかがでしたでしょうか。この辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。マイクでした。